はい、どうもフリです。今日はね、風雅くんと初めての車中泊旅に行っていきたいと思います。秋田県の男鹿半島というところに行きます。そこには大きいナマハゲがいたり、途中のスーパーで夜のお肉、お酒、お刺身など食べ物を買って、すごい森の中を通り、すごい高い山も登って、すごい綺麗な景色を見ました。夜は初めてメスティンでご飯を炊いて、お刺身、焼肉、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、それでは初めての二人旅ご覧ください。どうぞ。はい、ということで男鹿の観光案内所に着きました。めちゃくちゃ強かった。はい、でかい生ハゲでございます。はい、風雅くんです。じゃん。これ、前立って前。入るかな？いいね。オッケーオッケー。すごいね。じゃあちょっとね、ここで少し休憩して出発したいと思います。はい、じゃあ次の目的地に行く前に、たまたまスーパーがあったんで、こちらで食材とか必要なものとかをね、買っていきます。で、イトクですね。イトクにセリア、あとは無印、あとはドラッグストアですね。なのでちょっと買い物行っていきたいと思います。買い物終わりました。いっぱい買ったね。うん、お肉とかお刺身とか、あとはお酒買いました。あとは男鹿といってたら海なので、ちょこっと海で遊びたいと思います。イエーイ、疲れた。いや、楽しみすぎたからかね、全然寝れなくて。いや、ちょっとドライブしたいと思います。いや、天気良くなって良かったね。いや、実は朝雨降ってて、海に行くのに雨降ってて嫌だなっていう話をしてたら、結構ね、天気良くなりました。よかった。結構降ったよね、朝。なんか止んだりね。うん、よかったよかった。ちょっとドライブ風景でも撮っとこうか。いや、さっき最初に行ったあの生ハゲのところがね、すごい思い出の場所で、あそこ、風雅くんが、すっごいほんとまだちっちゃい時に、あそこで、二人でドライブ来て、あそこでね、風雅くんのパンパースを取り替えたっていうことがあるんですよ。なんであそこはね、すごい思い出の場所。初めて二人で来たとこだもんな。初めてドライブした。そう、風雅多分絶対覚えてないんだけど、覚えてないでしょ。うん、そう、ママが仕事でね、2人でいた時に家にいても暇だなって、それでドライブ行こうと思って、じゃあ男鹿行くかっつってさ、1時間半とか2時間かけてあそこまで来て、で、あそこで風雅くんのおむつを取り替えて、でちょっとドライブして帰りました。何年前だろう、7年とか8年とかなんのかな、もっともっとかね。ってことは2歳とか。そう、ベビーカーだったからね、1歳2歳とかかな。懐かしい。今もう10歳だもんね。予定変更、予定変更。こっちの方が、あ、近そう。ちょっとね、急遽行き先変更して、寒風山っていうところにね、行きたいと思います。いや、名前は聞いたことあるんだけど、実際どんなところか分かんないんだよね。すごい景色が綺麗っていうのは見た。山道。
怖っ。めっちゃクマ出そう。やばい、めっちゃ高いやん。ね。あ、まだでも紅葉はしてないんだね。はい、あと 2.7km でございます。ここ紅葉したらさ、綺麗だよね。ちょっとしてんのかな。眩しい。いや、めっちゃ天気良くなった、ほんと。よかったね。怖い怖い。こんなとこ走ることないもんね。取れてんのかな。わかりますかね。ほら、すごい。ふう、ちょっとここ立ってみな。ね、怖いね。ちょっと怖いね。はい。イエイ。すごいね。あっちすごい。うん。あっちも行ってみようか。で、さっき登ってきた道がね、ここなんだけど、すごくない？ほら、みんな空飛んでる。すごいね。ちょっとここでね、休憩して降りようか。うん。はい、あれから、すごい峠道を越えてやっと降りてきました。風雅くんはね、隣で寝ちゃってます。ずっとね、車乗って疲れたんだろうな。多分ね、風雅くんも今日楽しみで全然寝れなかったんですよ。風雅くんはね、12時頃寝て、パパは12時から起きてました。なんでめちゃくちゃ眠いです。はい、海です。ちょっとね、運転中なんでカメラ触れないんですけど、今見えるかな。ほら、海海、めっちゃ綺麗。あと1キロちょっとで目的地に到着します。そう、ここだね。ここ懐かしい。うわ、キャンプしてる。いいなぁ。今ちょうどね、風雅くん起きました。いや、ここね、ちっちゃい時に、僕がちっちゃい時によくこう家族でね、キャンプしに来た海でございます。懐かしい。でもこういうとこ来たらさ、石投げたくなるよね。そしてね、良さげな石がいっぱいあるんだよ。ほら、こういうのとかさ、良くない？ちょっとやってみよっか。人がいないんで。行くよ。
見えたかな結構行った。今日もやってみたら、え、あ、いいんじゃない。でも石、岩あるからね。おお、結構行ったじゃん。取れてたのかな魚はいないけど、なんか貝がいる。俺いなくなった。うん、あ、ほらほら、そこにいるじゃん。それそれ、人それそれ、めっちゃ動いてる。あ、これ入っても全然良さそうだね。ぬるいもん。やっぱ海いいわ。うん、わからん謎の貝。あ、動いてる動いてる。ほら、あ、ここに大きいのいんじゃん。これはヤドカリだよ。うん、ほらほら、めっちゃ出てきた。怖っカニ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 、どこだ。いたおー、すごいすごいすごい、動いてる動いてる。ほら、ん、ちょっとね、ゆっくりしよっか。新しいやつ来たなんだよ新しいやつ。お、ほんとだ。いや、海楽しかった。じゃあね、車中泊スポット道の駅まで行きたいと思います。実はさっきね、通り過ぎてここに来たんだけど、またね、来た道を戻って道の駅に行きたいと思います。で、ちょっと道の駅を見てご飯の準備をしていきたいと思います。あとね、なんかそこシャワーもあるみたいなんで、はい、で、ちょっとね、シャワー浴びて車中泊の準備をしていきたいと思います。いや、キャンプ楽しそうだな。今度テントね、買ってやりたいね。今日は暑くもないしね、寒くもないし、いいかも。すぐでね、道の駅着きます。というか、目の前ですね。はい、道の駅が見えてきました。初めて来るな。あれ、なんかやってんのかな。警備員さんが立ってる。なんかやってますね。ここから入っていいのかな。よいしょ。じゃあ、こっからね、入っていこう。わあ、すごい車がいっぱい。はい、ここですね。ここにしましょう。ちょうど本当なんかのイベントの時期だったのかな。よし、じゃあね、ちょっと道の駅を見に行きたいと思います。あの、撮れるか分かんないんで、一応カメラはね、置いていきます。はい、道の駅探索終わりました。なんかね、収穫祭っていうのやってたみたいで、なんかいっぱいお店ありました。で、めちゃくちゃ大盛りのババヘラ食べました。ちょっとね、まだ人が減らないんですけど、ちょっとね、これから車中泊の準備をしていきたいと思います。